Rin, aren't you leaving? I'm gonna stay a little longer. Okay, have fun. Thanks. See you tomorrow. たまんねえな、あいつら。Dean, you're still here. Good timing, actually. What is Coach? I want to introduce you to someone. Dean, this is my friend Mihail. Hi, Rin-kun. Will から話は聞いてるよ。Rin-kun? He used to live in Japan. うん、素晴らしい筋肉。これからよろしくね、松岡Rin-kun。よろしくお願いします。次。七瀬はるか、専門種目はフリー。なあはる、お前今でもフリーしか泳がないとか言ってんのか。いや、練習ではフリー以外も泳ぐ。だが本気の時はいつもフリーだ。やっぱはるすげえ。なるほど。リン君、チョベリグ。チョベリグ。It's Japanese slang. Amazing. 加速したままターン。いいキックだ。Good morning, Rin. Hey, David. How's Mihail working out for you? He's a great coach. But... But? ところで、Rin-kun. ラーメンはチャーシューとなると、どっちに手を出す? I can't lead him. He's known for being smart, but a little different. You should be happy, though. Mihail's respected, and rarely coaches someone one-on-one. Yeah, I'm surprised too. Well,He clearly saw something in you. I'm not sure what though. Regardless, I'm grateful. Chris, what's wrong? Oh, Rin! Some random Japanese guy came out of nowhere and asked Mihail to coach him. What? Mihail said no, but the guy told him he'd have to be his coach if he beat everyone else. A Japanese guy? Do you know him? No.I don't know anyone like that. He's fast. Huh? I'm not that fast. You guys are just too slow. Huh?
Who's this? Wanna be next? Omoshire. Ore ga aite shite yaru. O? Nihonjin ka omae? Yame nasai, Rin-kun. Mihail? Nan nin kachinukou ga boku wa kimi wo oshieru tsumori wa nai yo. Naze desu ka?少なくともこいつらより俺は早いんですよ。僕は早いだけの男に興味はない。他に何が必要なんです？知りたいかい？それは筋肉は？君の筋肉、僕は好みじゃない。なんすかそれ。まさかゴーと同じタイプ？リン君の筋肉はチョベリグ。チョベリグって日本の言葉でとても最高で素晴らしいという意味だよ。そんな古い言葉、今じゃ誰も使ってないですよ。古い？マジか、リン君。はい。ガッタ！なんてこった！じゃあ、MK5 も古いのか、リン君。コーチの腕はいいんだよな。よ、そういやまだ自己紹介してなかったな。俺は霧島夏也だ。松岡凛です。凛か、女みてえな名前だな。ま、そう怖い顔すんなって。飯でも食わないか？シドニーは初めてなんだ。案内してくれよ。お、飲みすぎじゃないですか？大して飲んでねえよ。競泳選手としてそれはどうなんすか？俺は選手じゃねえ。どこのチームにも属してないからな。じゃあ今は？ただの賞金稼ぎだ。なんすかそれ。世界中あちこち放浪しながら気が向きゃ賞金のかかったレースに出る。そして勝つ。でもってその賞金でまた次の土地へ旅立つ。ま、同じ水泳をやるにも俺みたいな生き方もあるってことだ。どうした？ああ、いえ。あんなに強いのにもったいない。それより聞いたぞ、お前出身は佐野だってな。え？俺は岩飛びだ。本当ですか？ひょっとして七瀬遥かって知ってますか？七瀬遥かか、覚えてるよ。俺が中3の時の新入生だった。岩飛び中ですか？ああ。お前は佐野中か？いえ、俺はその頃シドニーに水泳留学してて。おいおい、中学でかよ。生意気なやつだな。そうですね、生意気だったんです。アルカも生意気なやつだった。俺はフリーしか泳がないなんて言ってな。けど水泳はやめたって聞いたが、アルカは今どうしてるんだ？水泳はもうあれきりなのか？いえ、高校でまた再開して今は日本で頑張ってます。俺と同じように世界を目指して、いつか春と同じ世界の舞台で泳ぐのが俺の夢です。そうか、なら俺の弟ともライバルになるかもな。弟がいるんですか、夏也さん？ほら、しっかりしてください。まあ、悪い。ここのホテルだ。ありがとよ。あ、どうした？いえ、前に泊まったことがあったので。たく、世話の焼ける先輩だよな。次に会った時まで取っとくか。He's here again. It's been 4 days. He's stubborn. Rin, you've got to stop having dinner with him every night. It's fine. He's not a bad guy. Mihail. Natsuya-kun.
何度来ても僕の気持ちは変わらないよ。わかりませんよ。すごい自信だね。筋肉好きって言ってましたよね。どうです？それなら持ってるよ。なるほど。じゃあこれならどうです？日本でも入手困難、マニア垂涎のお宝写真集。確かそれうちの妹が持ってたな。マジか、リン君。ぜひその妹さんを紹介してくれ。どうかしましたか？今何か嫌な予感が。歩夢ちゃん、私にもしものことがあってもこの写真集だけは守ってね。約束しかねます。毎晩付き合わせて悪いな。そう思うならおごってくださいよ。俺は年下を甘やかさない主義なんだ。自分で食ったもんは自分で払え。どうかしたんですか？日本からだ。イクヤが不調らしい。イクヤ？弟のことだ。霧島イクヤ。霧島イクヤ。霧島？メールはその弟さんから？いや、イクヤの友達だ。留学中にアメリカで知り合ったな。弟さん、水泳留学してたんですか？お前、ハルカとは友達なんだよな。はい。イクヤは中1の夏、ハルカたちと一緒にリレーを泳いだんだよ。だが、その後ハルカは退部した。他の奴らも転校したりで次々と部を辞めちまってチームは解散。結果イクヤは一人になった。それでイクヤは中2の時に俺の留学先だったアメリカに来たんだ。ま、別にハルカたちを恨んじゃいないけどな。アメリカで俺と一緒にイクヤは練習に打ち込んだけど、夢中になると周りが見えなくなるのがイクヤの悪い癖だ。無茶な練習で酸欠を起こしてイクヤは溺れちまった。体へのダメージは大したことなかったんだが、精神的なショックが大きかったのかもな。イクヤはしばらく入院することになった。だが、それをきっかけにイクヤは強くなった。ブレだけでなく、フリー、バッター、バックと次々にマスターし、チームではリレーを泳がなくなった。コンメでは次々いい記録を出してるみたいだがな、今のままだと壁にぶち当たるんじゃないかって思ってる。俺はあいつに世界に行ってほしいんだ。夏也さんはどうなんです？ん？世界に行きたくはないんですか？俺はそういうのはいい。好きな時に好きに泳ぐ。だったらなぜミハイルにコーチを？そりゃ強くはなりたいからな。けどそれはメダルを取るためじゃない。夏也さんは自分の夢を。なあ、俺と勝負しないか？え？勝負だよ勝負。フリーの200でどうだ？好きな時にしか泳がないんじゃ。今が好きな時なんだよ。賞金は出ないですよ。何かかけりゃいい。明日の晩飯はどうだ？夏也さんは酒を飲むから公平じゃないです。じゃあ新品の水着ってのは？今はいりません。ダメか。それじゃあ宗介みたいだ。ん？いや、小学校の時そうやって何でも勝負した友達がいたので。今は友達じゃないのか？今も親友でありライバルです。そいつは今も水泳やってるのか？いえ、肩の怪我で。けど俺またあいつと一緒に泳ぎたいんです。浮気性だな。はるかといい、一体何人泳ぎたいやつがいるんだ。じゃあこういうのはどうだ？俺が勝ったらお前のアパートに泊めろ。ホテル来週までしか取ってないんだ。Take your marks. J
自慢の脚力で逃げ切ろうってか。面白い。並ばれた。お楽しみはこれからだぜ。くそ、なんてパワーだ。はあ、おいおい、明け方からじゃなかったのかよ、雨。ま、勝負はお預けだな。泊まる場所はいいんですか？日本に帰るかな。え？楽しかったぜ。ありがとうよ。お前のおかげで俺も一緒に泳ぎたい奴がいるのを思い出した。夏也君はもう来ないようだね。本当に筋肉が好みじゃなかったんですか？リン君、筋肉には二通りしかない。僕好みの筋肉と僕好みじゃない筋肉。彼の筋肉は後者だ。本気で言ってたんですか？僕はいつでも本気だよ。でも僕が教えてもあんまり意味がなかったかもね。大事なものはここにないって顔に書いてあった。そんなことわかるんですか？昔同じような奴がいたからね。